作戦は成功でしたね。適応型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の 9S、 はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。おはようございます。9S、 司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S。 え、なんでしょう。継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B さん、あ、いや 2B。 ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。この先が格納庫ですね。行きましょう。2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。
装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。降下地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。Thank you.
地点の情報を入手。マップにマーク。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポット042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、トゥービーさん。
ああ、君たちがヨルハか。話は聞いてるよ。この先の岩場で仲間が待ってるから、そっちに向かってくれ。ただ砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったらここで交換していった方がいい な。月面人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。現在機械生命体との戦闘は膠着状態。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。
ちる人でない。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは、ごきげんよう。いい天気今日は。逃げろ。あ、間違えた。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。
この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。やってやれ。生命体です。あいつ進化してる。一気に蹴りをつけましょう。
これが機械生命体。増えるなんて。ズビー、脱出しないと。ズビー、あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答お願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。ふう、これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか。確かに一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。Thank you.